はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日はですね、現在のもっちゃんの現状をね、ちょっと皆さんにお伝えしようかなと思うんですけども、もっちゃんね、もうハムコとかきなことかと全く同じ症状で進んでるんですけども、今はねこうやって水分を取ってます。これねミルク、ヤギミルクをあげてるんですけど、まあ少しでも、ちょっと栄養を取ってもらいたいっていうのと、水分補給をねしに行くのがもう大変なのよ。そう、だから動くこと自体がもう結構、少なくなってきてるのね。だから、まあ、僕の方がこうやって、まあ、ちょっとね栄養も加えつつ水分をね補給させてあげているっていう状況ですね。でこのヤギミルクはね、まあ別にそのなんか流動食とかシニアの子が飲むっていうものではないんですけど、ヤギミルクって消化がいいのよ、ものすごく。だからまあこういうもっちゃんみたいに本当に体がねすごく辛い子でもなるべく負担にならないように栄養として、補給ができるのではないかっていうことでね、僕は買ってあげてるんですけども、ブオーナのやつだね。ブオーナー、名前なんだっけな、ブオーナーなんとかだ、なんとかだって、ちょっと写真とか載せますね。うん、そうで、最近はね、まあ、ご飯はふやかしにしていて、それも、まあ、そのご飯を食べることによって、まあ、そこでも水分補給ができるようにっていう形にしてますね。で、今ね、ピューレもあげてるのよ。ピューレたくさん買ってきてさ。まあ、リンゴだったりとか、あとさつまいものピューレとかね、そういう商品が売ってて、まあそうね、まあ今度商品紹介、まあ機会があればしようかなと思うんですけど、まあもっちゃんみたいに、まあなんかその、普通のペレットはもう食べてくれないのよ。だから、まあ匂い出しでふやかしにしたりとか、ちょっとこういう甘い味付きのもので、食欲をそそったりとかして、これ今にしじゃないやリンゴのピューレを食べてるところなんですけど、まあこうやって少しでも工夫をして、エネルギーをね取ってもらってるようにしてますね今は。だからまあこの間もう動画では言ったと思うんですけど、蜂蜜のゼリーもよくあげるし、蜂蜜はブドウ糖なので本当に体のエネルギーに直結する非常に大事な、エネルギー源なので。でも蜂蜜のゼリーもねたまに食べないのよ。そう、もう今こういう状態だからさ、動くのももう大変な状態でね、非常に辛そうなのよ。そう、もっちゃんはまあ皆さんには言いましたけど、自宅、まあこれの動画をさ初めて見る人もいるかもしれないから一応言うんだけど、まあ自宅でね療養してあげようっていう風に決めてうちにいるんだけど、まあそれも話すと長くなるんだけどね。まあ、僕のチャンネルを見てくれてる人は、まあね、なんとなく分かってるんじゃないかなと思うんですけど、その、まあ、腹水なのよ多分これおそらく、まあ、僕獣医さんじゃないけどさ、でその腹水とかって僕がいつも行ってる病院さんだと
まあ、一応そこもそのハムスターとか小動物は見てくれるところなんだけど、ちょっとそこではこうやって見てもらえないというか、その処置的なことしかしてもらえないみたいなことがあって、でセカンドオピニオンのさ、本当に専門的なところを行くってなるとちょっと遠いところなのよ、うちから。そうだからもう多分今のもっちゃんだとそこまで行くの行き帰りでかなり体力を消耗しちゃうと思うのね。あのミミコの時もそうだったんですけど、ミミコもね、あの病院行ってその帰りに、ね、まあやめとこうかこれ暗くなっちゃうから。そうだからもう本当に今は穏やかに過ごしてますね、家で。うん、もっちゃんは多分あのね、こないだね、まあ、撮影はしてなかったんだけど、うんちがね頭についちゃってたのよ。今は撮れてるけど、これ今日の映像なんですけどね。でそのうんちを撮ってあげようとしたら、もっちゃんがパニックになっちゃって、あのパニックになるとさ、もう本当になんて肩で息をするような、もうスッってこうすごい苦しそうになっちゃって、もう一瞬僕も焦ったぐらいっていう状況なことがあってね。だからもうそれだけでそういう状況になっちゃうから、まあだからそう、もう穏やかに過ごさせてあげようっていうことなんですけど、まあでもあのうちは取れてよかった、自然と取れてくれてましたよかったよかった。うん、いやでもね、まあ、ミルクをあげるようになってから、ミルクは今のところすごく気に入って飲んでくれてるので、うん、そこは救いだね。うん、だから水分補給はちゃんとさせてあげられてるのがすごく今はいいなと思ってるね。で食事もなんかそういう甘いピューレとかをかけてあげたらちょっと食欲が出るみたいな感じなのよ、今の状況的に言うと。うん、まあ本当に食べるのゆっくりなんだけどね。まあ食べない日もあるし、全く手つけてないじゃんっていう時もある、今は。そうだから今日これね、今日の映像なん言ったっけ、今日の映像って言ったよね。これね結構よく食べてくれたんですよ。そう本当に嬉しいことだね。そうだから、まあだからなんか、まあなんていうか、そのミルクも飲んでくれてたしさ、まあ今日そのもっちゃんの今の様子っていうのは出そうと思ってたので、まあ気になる人もいるだろうからね。そうだからその出そうと思ってたタイミングの時にこうやってちょっとでも食べてくれたりとかする、も頑張ってるもっちゃんが頑張ってる姿をね、まあ、僕も動画に収めることができて嬉しいなと思います。これ、まあ、YouTube に、まあ、出す動画ですけど、僕にとっては思い出にもなる動画だからさ、そうすごく、うん、良かったなと思いますね。この人参のピューレ好きみたいね前にさ、なんだっけあれ、チュールみたいなおやつって動画で出したことあるでしょ。あ、名前な忘れちゃった、ど忘れちゃった。その絵の系統の、まあ、ピューレなんですけど、リンゴのやつすごい気に入って食べてくれてますね。うちのね他の子たちもね、そういうピューレとかすごい好きでね、たくさん買ってるからさ、今もっちゃんのためにというか、まあ菩薩くんとかにもそうなんだけど、そうすごい気に入って食べてくれてますね。そのうちまあそういう動画、なんか可愛い動画出そうかなと思ってます。あれも手に入れたし、気になるあれも、うん、ということでもっちゃんの本日の様子でした。最後までご視聴ありがとうございました。